南部坂は、東京都港区と北海道函館市にある坂である。港区内には2カ所の南部坂が存在し、いずれの名称も南部藩にちなむ。南麻布4丁目と5丁目の境界に存在する、坂道南部坂赤坂2丁目と六本木2丁目の、境界に存在する坂道南部坂、函館山山6に存在する坂道南部坂、東京には、 江戸時代からの南部坂が二つあり、一つは港区麻布森岡町の南部坂で、もう一つは道区赤坂福吉町と麻布今井町との境にある南部坂である。どちらの南部坂も名称の起源は坂のそばに南部屋敷があったことであり、赤坂の南部坂の方が麻布の南部坂よりも古い。昭和元年の江戸絵図には赤坂、南部坂の坂上、 現在の赤坂氷川公園、氷川小学校のあたりに南部山城上下屋敷が記されているが、それから約30年後、漢文13年2月の漢文図では、道書が浅野うなめに変わっている。一方、はじめやざぶ森岡町の現在のアリス川の宮記念公園には浅野匠下屋敷があったが、ここが漢文図では南部大前に変わっている。 この南部邸と浅野邸の入れ替わりは、明暦2年2月に、南部、山城森重寺家の中、屋敷と、浅野匠頭町寺家の下屋敷との相対外が、行われたことによる。すなわち、赤坂の南部坂は、明暦2年以前の命名であり、麻部の南部坂はそれ以降の命名であると解される。麻部の南部坂は、麻部森岡町、現在の住所で、 南麻布4丁目と5丁目の境界にあり、アリス川の宮記念公園の南がいいに沿って、東に登る坂である。坂上には、ドイツ連邦共和国大使館が、坂下には、南部坂協会と南部坂幼稚園やナショナル、麻布スーパーマーケットがある。坂の名称は、江戸時代、現在のアリス川の宮記念公園の場所に、欧州、南部藩の屋敷があったことに由来している。 赤坂の南部坂は、赤坂福吉町と麻吹舞町との境、現在の住所で、赤坂2丁目と六本木2丁目の境界を、アメリカ大使館宿舎脇を西北に登り、左折して、さらに氷川神社の方に登る坂である。坂の名称は、江戸時代初期、近隣の氷川神社のあたりに、南部か中屋敷があったことにちなむ。この坂は急峻であることから、後には、 南部坂と書き表されることもあった。また、南部坂、赤坂とも呼ばれた。この坂の由来となった南部家中屋敷は、明暦2年、赤尾藩浅野家との間で、屋敷の取り替えが行われた。この際に、南部家は、現在の南麻布、アリス川の宮記念公園のある場所へと移動。移動先でも、南部坂が生まれたために、同名の坂が2箇所存在することとなった。 南部坂が、南府坂、南保坂などと書き換え、言い換えられるようになったのは、南部屋敷がこの坂の周囲から移転してしまったことによる。この坂は、歌舞伎、講談などの中心蔵の名場面の一つ、大石義雄が、妖善院にとまごいに訪れた、南部坂行きの別れの舞台としても知られるが、史実では常述のように、南部坂には三次半ではなく、 笠間藩の判定があった。妖善院は、朝の長典の切腹以降、実家の三次藩下も屋敷に引き取られていたが、この屋敷は、赤坂、南部坂の頂上付近で左折して二つ目の坂を登った本日川坂近辺、現在の日川神社境内にあった。現在、この坂の南西側は、中日アメリカ合衆国大使館の感謝になっており、通常は立ち入りができない。 ABCDEFG、二つの南部坂と、浅野屋敷、横関 A1、江戸の坂東京の坂地熊処防平成22年11月10日、発行 ABCD、南部坂、横関 A1、江戸の坂東京の坂地熊処房平成22年11月10日発行 a b c d 南部坂横関 a 1江戸の坂東京の坂地熊処房平成2 2年1 1月1 0日発行漢文江戸江津南部坂に、浅野うねめと記載。ありがとうございます。